はいどうも、えー、みずにゃんです。ぜひ皆、えー、さんチャンネル登録とコメントをよろしくお願いします。今日の、えー、動画なんですけれども、えー、金子綾さんがですね、また病院に入院と、で、えー、病状が、えー、深刻そうというね、えー、お話をしたいと思います。で、先日ですね、えー、金子綾さんのインスタのストーリーに、このような、えー、画像が上がりました。気づいいたらら病院院なななんんんだだけけどどで入院ししててるかからないしかわも髪の毛生えてんだけどとね 書いてありますでまあ金子綾と天、えー、チムといえばですねまあもともと親友同士だったわけですよで、まあ、それが、えー、金子綾の飼っていた猫の、えー、死因をきっかけにしてでお互いのですね仲違いがこうやって表に出てきましたで、まあ、その後ですね、えー、金子綾が天チムの暴露をですね バン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 やったことにより、で、テンチムが金その裁判はね、現在、進行形で行われていて、ざっくり言うと、確かね、770万円の損害賠償請求が、テンチムから金子綾にされているというような感じでございます。 まあ、あのそのね、えー、天智部の金子彩の裁判内容に関して、で、これ、えー、裁判のそう書類とかをですね、まあ、見に行った方いわくです、ねまあ、僕もいろいろとお、まあ、話を伺いました、まあ多分ですね、まあ、金子彩さん、敗訴の可能性が非常に高いんではないかなというふうにね、えー、考えております、まあ、そんな中でですね、まあ、金子彩さんも精神的に不安定になったりとか、体調を崩されていたりとかして、 で、まあ、あのそれこそですね頻繁に、まあ、このような病院での姿とかもインスタのストーリーに上げているんですね。で、まあ、今回またですね、こうやって気づいたら病院なんだけどなんで入院してるかわからないしかも髪の毛生げてんだけどというようなその画像がインスタのストーリーに投稿されたということでございます。 で、まあ、これね何が原因でこのようにね、えー、病院に入院してるのかというのは現状わからないけれども、まあ、まだですね、まあ、こうやって病院内で自分が入院してる姿とかを、ね、その写真に上げられる時点で、まあ、そんなになんか、まあ、やばいものではないんだろうなというふうにね、まあ、思ってる。で、ねまあ、金子屋さんと言えばね、まあ、こうやって、えーまあ、昨年から今年にかけて YouTube の中のまあ炎上クイーンにえーなったじゃないですかで、まあ、炎上クイーンにこうなったのも何でなのかというと、まあ、金子彩さんが店部のことをガチャ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 言うけれども一方でその金子彩さん自身もさまざまなこう疑惑を抱えていた、まあ、例えばですね、まあ、金子彩さんが出した著書の中にえ書かれている内容に虚偽が混じっていたとかね まあ,あとは、えー、そう金子綾さんがプロデュースしたと言われているこうレギンスの件も、いろいろね疑惑が疑惑を積み重なっていって、いろ、まあ、んな方からですね、まあ、ヘイトが飛んじゃったと、で挙句の果てにはですね、まあ、金子綾さん、ビゴライブだったっけ、始めたのね、まあ、生放送を始めたんだけれども、まあ、そこでね、えー、新しく、えー、韓国人の彼氏ができたということで、まあ、韓国人とのこう彼氏さんとのね、えー、その熱々っぷりをね、 アピールしたけれども、まあ、結果としてまあお別れしたのかな、まあ、そんな感じになってますよね、まあ、そういう中でまあ話題が全然尽きないまあ金子屋さんなんですけれどもこう新たな話題としてまあこうやってね、えー、急に倒れてでなぜか気が付いたら金子屋さんが病院にいたというようなね話になってきましたで、まあ、金子屋さんのねその魂胆っていうのは何とも言い難いところがあるんですよね まあ金子屋さんがかまってちゃんのつもりでまあこういう画像を上げたのかでそれとも忘れ去られていってるからこうやって話題作りのためにこうやってわざわざねみんなを心配させるようなやつをインスタのストーリーに上げたのか、まあ、これは本当にわからないねただまあ金子屋さん自身のね まあその体調が早く、ね、回復することを僕は祈っているけれども、まあ、金子彩さん自身ね、まあ、結構その天智部の訴訟の件でメンタルにこう支障を来してるのかなとはね思ってしまいましたやっぱりまあ人っていうのはね、まあ、あの何かあるとやっぱメンタルに支障来るわけですよで、まあ、金子彩さん見てると、まあ、そう強い女っていうのをアピールをしてるけれどもそんなに多分ね彼女って僕強くないと思うんですよね であとはまあプライドもすごい高いと思うんですよで、まあ、プライドが高いからこそまあ天智ムにマウントを取るために、まあ、その天智ムとあれだけこう仲良かったのにで天智、まあ、ム自身と仲高いをしてから、まあ、なんとかこう天智ムを蹴落とそうと、えー、するようなね、まあ、シーンとかもまあ多く見られたわけで、まあ、結構それ見てるとはプライドが高いのかなって思ったねでまあこうやってまあ金子綾さん自身ね まあやっぱ体調今不良ということで、まあ、しっかりと、ねまあ、休んでほしいなと思っているんですけれどもただ、ね、こう休んでほしいと、えー、言ってもね、まあ、結局金子彩さん自身、まあ、その今、ねまあ、そう大変な状況になっているただ大変な状況を招いたのは僕は金子彩さん自身だと思うしでなんやかんやでね、まあ、そうデンチムと金子彩の間にあったことっていうのは、まあ、その表にこう出てないこともこうたくさんあるだろうしね。 で、そこの部分に関しては、まあ、測で、こう我々がこう積み上げていくしかないのかなと、ね、思うんだけれども、ただね、まあ、ちょっと金子彩さんと天秩ム僕、どっちの方が好きかって言われたら、やっぱ天秩ムの方が僕は好きだなと思う。で、天、ま、秩、あ、ムもね、結局ね、モテフィットの件があったとしても、まあ、そのねこね、こうちゃんと返金をしますって、えー、一生懸命やってる。まあ、ただね そののモテフィットの件で炎上ししたた後も色々ありましたよ脱毛サロンの件とかねあったりとかしてまあ、そこはどうなのかなと思うけれども一生懸命こうなんか前向きにねこうなんか生きていこうと、えー、してるところがあるじゃないですかただかまあ金子屋さん見てるとねなんかあんまりこうなんか前向きに生きていこうというよりはどん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 なんか後ろ向きにいってるような、まあ、感じがするんだよね まあそういう部分がちょっとね、ま天、あ、智ムと金子彩、まあ、どっちを応援しようかってなった時に、まあ天智ムの方が応援されるということじゃないかなとで思ってる。結局、まあその天智ムとのことに関しては、僕は振り返ってもしょうがないものだから、まあ金子彩さんもね、ガツガツこう前向きにこう進んでいけばいいのになと思うんだけれども、ただ、まあ金子彩さん自身ね、なかなかその前向きにまあ行ってないよねっていうところもある。 でやっぱりねどうしてもねこう視聴者の人とかファンの人とかって「天、まあ、ムと金子あやあそこまでこう仲良かったし天ムと金子あやあそこまで喧嘩をしてる今や」。 だからこそ、まあ、テンチムと金子綾を比較するのってこれ、しょうがない話だと思うんだよね。で、金子綾さん自身としても、ね、もう私はこう、テン智ムからこう独立したのにっていう風に思っていても、ただこう、周りの人たちはテンチムと比較をね、しちゃうわけで、まあ、それが結構重荷になってるところもね、俺はあるのかなっていうのも、で、思ったりとかしてます。まあ、なんで、まあ、そういう部分とかなんか考えたりとかすると、まあ、やっぱりね、まあ、その、 ね、女の子の人付き合いっていうのは大変なんだなって、まあ、思わされる、えー、ところだったりとか、まあ、するんだけれども、まあ、僕の中では、ねまあ、金子彩さんって、まあ、言うてあんまりもう好きじゃないんだよね。で、まあそのまあ、金子彩さんと僕は会ったこともあるしで金子彩さんとも会っていろいろお話をさせていただいたこともあるんだけれどもただちょっとね、まあ、金子彩さん自身まあプライドちょっと高くないっすかって。 いうところがあるんでもうちょっとそのプライドの高さを抑えてもうちょっと周りにこう愛されるこうキャラになるとまたねこう金子彩さん応援してくれる人たちもたくさん出てくるんじゃないかなとえ僕はね思ってるで、まあ、金子彩さんもね早くねこうメンタルをね回復させてでなおかつで体調も良くなってで、まあ、それから YouTube 先生にこう戻ってきてね是非エミリンテンチムその辺とねえ YouTube の炎上クイーンをね えー競っていただけたらと、えー、僕は心の底から思っております。ということで、まあ、本日の動画なんですけれども、えー、もしねこの動画を見ていいと思った方はグッドボタンそしてチャンネル登録をお願いしますということで以上みずにゃんでした。じゃあね